中心棒症予は大脳の内側面にある脳界。中心棒の周辺の体上棒の円棒と中心膀棒とで囲まれた領域のこと、中心膀会とも呼ばれる。中心前回と中心後回の内側面側への延長にあたり、体制感覚及び運動出力と関わる情報処理において様々な役割を担っていると考えられている。 文献によってはこの領域は単に中心前回と中心後回の内側部分として分類されている。グレーによる大脳皮質の機能分類。中心棒症用を中心項より前を運動や、より後ろを感覚やとして描いている。同じくグレー。こちらは外側面。中心棒症用は一般に運動皮質と体制感覚皮質の内側面への延長と捉えられている。 中心棒商用は前方で上前頭回と後方でくさび前部と下方で対上回とそれぞれ接する。また、半球上円を挟んで外側面の脳回である中心前回及び中心後回と接する。中心棒商用は中心口を挟んで全部と後部に分けられる。前部と後部の区分は中心口を目印として行われるが、 内側面から中心口が見えない場合には、この区分はしばしば細胞構築学的に行われる。ありがとうございます。